道の駅鹿島にやってきました。ここに来たのは理由があって、佐賀県のね、有明海といえば干潟でしょうってことで、ほらこれが佐賀県のあの例のムツゴロウがいる干潟ですよ。あんまり今道潮なんかな、まあ天気がいいから綺麗だなと思うけど、実際はまあただの干潟観光つっても有名だからね、見に来たって感じはあるけど、じっとしてるとカニとか歩いてるのは見えるんだけど、ムツゴロウさんはパッと見見えないな。あ、いるわ、めっちゃおる。この辺とかめっちゃいるよ。ムツゴロウさん見えてる？動いてるよね。あれムツゴロウさんじゃない？おー、いたいたいた、見れた見れた、うごめいていますね。動いてる動いてる。おー、暴れてる暴れてる。おー、ムツゴロウさんです。ここは道の駅のね、裏側に広がる海で、ここなんかあのかの有名なガタリンピックのね、開催地でもあるそうですよ。あの泥だらけになってね、外人が遊ぶやつね。ここの施設ではこの干潟にね、あの入ってあのなんかスノボみたいなのに乗っかってさ、スイスイ行くやつあるじゃないですか。あれの体験とかもできるようですね。そしてですね、さっきの道の駅から車で5分ちょっとくらいのところにもう一個すぐ道の駅があってですね、ここがタラという、タラみかんとかって書いてますけど、タラって町なんですね、の道の駅。ここはですね、かの有名なですね、竹崎ガニの販売店ということで、今日はカニを食べる日にしようかなと思ってですね、売ってますね、カニが。ヤワラという脱皮ガニも売ってる。殻ごと食べれるやつかな。この500円のやつかな。お金あんまないし。3000円のサイズがこれね。で、500円のサイズがこれ。こんばんは。私たちは今佐賀県に来ているんですけれども、佐賀県のね、有明海沿いですね。佐賀県のだから東側の海沿いって言ったらいいんでしょうか。はい、に来ています。そこではとってもとっても有名な、いわゆる魚介類ですね。まず一個、有明海の干潟と言ったらですね、これですよね、ムツゴロウ。さっきのね、干潟でピコピコ動いてたあいつですよ。あいつの、これはね、素焼きってことで、味付いてない、ただ焼いただけなんですって。で、これはなんか醤油で煮てかば焼きみたいにして食べたら美味しいですよってなんか書いてあったので、そんな感じにしてみようかなと思ってます。それから、先ほどね、水槽で泳いでいましたこいつですよ、こいつ、竹崎ガニ、まあ渡りガニですね。はい、こいつをですね、2杯で、1000円、1杯500円っていうのを買ってきたので、こいつをですね、食べてやろうっていう。まあ、車内でできることっていうのは限られてるので、茹でて、食べて、で、茹でたやつに味付けて、まあ、牛お汁というのか、まあそういったような、ね、カニのお汁作って、もうそれ用にネギ買ってきたので、もうネギだけのシンプルな味付けで。で、締めはご飯がここにあるので、カニ雑炊やって、っていう風にしようかなと思っています。合わせるお酒は、これはですね、今僕は、鹿島というところにいるんですね、佐賀県の。これね、鹿島のお酒で、矢野酒造。というところですね。の、竹の園っていうお酒を合わせていきたいと思います。
で、カニね、茹でてしまうと味が出てしまうっていう、まあデメリットもあると思うので、焼きガニも食べたいなと思って、本当は蒸すのがいいんだと思うんですけど、まあちょっと蒸す設備がないので、焼くってことで、まあ全部焼くってわけにいかないので、この、前足、ハサミのとこだけ、ちょっと焼きガニにしようと思うんで、これだけプチッと取ってですね、パキッと取って、これだけ取っときますね、焼きガニ用に。だから全部で4本、焼きガニ用。で、その他はもう、茹でちゃいます。よし。で、そうそう、この、竹崎ガニっていうのは取ると必ずハサミがこうやって折られるっていう、なんか鮮度保持だかなんだかそういう理由らしいんですけど、どうしてこれが鮮度保持になるのかちょっとわからないんですが、うん、あの、ハサミが折られるっていうですね。全部ハサミ折られてる。うん。っていう状態ですね。はい。じゃあこれは焼きガニ用に取っておくと。そんではですね、ここにお水を入れて、で、出汁はもうカニの出汁一本でしょ。なんで、カツオ出汁とかそんな無駄ではないか。余計なことは、しないで、うん、もう、こんな感じで、水で、カニの出汁を取って、それを、美味しくいただくという、方法論でいこうかなと思います。で、もうカニ入れちゃいますね。仰向けの方がいいのかな？仰向けで入れようかな。仰向けで入れます。よし。で、先にカニの出汁を取っておいて、そのカニの出汁でこのムツゴロウをちょっと煮ようかなと思います。なんでその待ってる間に、ネギをね、切っときましょうか。まあ、お鍋的な感じでいいんじゃない？で、上にトッピングみたいにしましょうか。青いとこはね、色目で。待ってる間にお酒飲みますか。茹で上がるのを待ちます。いただきます。うん、うまい。あ、ちょっとお酒入れようか、ここに。軽くね、お酒は入れた方がいいよね。アクも出てきたけど、アクも取らない。もうこれもきっと旨味だからね。アクなんか取ったらもったいない。茹で上がりましたよ。ほらー。うわ、うまそう。いやー、茹で上がったよー。真っ赤に美味しそうに茹で上がっていただきました。まあ、竹崎ガニね、渡りガニですけれども、ここのブランドガニですからね。佐賀県といえば。それでは、黒猫おはぎさんのところにカニがやってきましたが、おはぎさん、カニな。食べるかな、まあ、たくさんはあげたくないな。僕が食べたいからな。ねえ、おはぎ。はい。ということで、カニができて、まだね、これだけじゃない。いろいろ作ろうと思ってます。さて、じゃあ、この茹で汁ね。これ、カニの出汁が、しこたま、凝縮された、ちょっと味見。あー、うまい。これだけでもうまい。で、これ、雑炊を作りたいので、雑炊用にちょっと、取っとくんですね。ムツゴロウをね、煮つけるのにも使うので、ちょっと二つに分ける作業。はい。じゃあ、これが、カニ汁とカニ雑炊用のスープで、絶対にこぼしてはいけない戦いが今から始まるんですけども、まあ大丈夫でしょう。で、ここ少し残りの汁が残ってるので、この、ムツゴロウのね、素焼きをここに投入して、カニの出汁でちょっと甘辛く煮て、酒のつまみにしてやろうじゃないのということですね。めっちゃ炭焼きかな、この匂いは。じゃあこれを全部この中に入れてきます。ちょっと一本試しに食べてみようかな。何にも味がしないらしいですけど、いただきます。うん、ちょっとねっとりしてる。でも炭焼きだから苦っ。煮た方がいいな。おはぎさん食べる？ムツゴロウ。いらんね。味付けは
シンプルにこの九州の醤油、宮島、なんか広島っぽい名前ですけど、宮島の、バラという本醸造甘口っていう醤油ですね。やっぱり九州来たら甘い醤油、甘いのであんまりお砂糖も入れなくていいっていうんで楽かな。このお醤油でしっかり煮ていきまーす。もうシンプルでいいね。変なことしなくていいや。醤油とカニの出汁以上で、このムツゴロウを煮ている間にこのカニを剥いていこうと思いますね。よし、身が全部ほぐせて、さっきのカニ味噌入りの甲羅の中でぐちょぐちょに和えます。よし、混ざったこんな感じで、このぐちょぐちょに混ざったやつ、とりあえずまず何もしないで醤油もかけずに食べてみましょうか。身がね、ふわふわ。いただきまーす。うまっ、うまっ。うめえ。カニ味噌も濃厚になって美味しいね。うまっ。で、これムツゴロウも煮えました。こんな感じね。ムツゴロウ頭から食べれるのかな。頭ごといっちゃっていいのかな。ちょっと食べてみます。あ、頭やめや。頭硬い。いただきます。うん、うん。素焼きなんか握るけどこんなもんなんかな。うん、うん、うん。うまい。うん。白身魚って感じ。じゃあ次、カニのお汁をね、作っていこうと思います。ネギを入れて、で、さっき取っといたこのスープを、ドバーっとね、で、チャッカー。醤油で味付けをしましょう。こんなもんかな。味を見て、ネギのね甘さも加わるからね。あ、完璧っすね。うまっ。カニの爪を置いていこうかな。よいしょ。とりあえず2個、うん、2個焼いてきます。さあ、カニが焼けてきたぜ。で、スープもカニ汁もね、できつつあるよ。で、このタイミングで、このカニの身もね、少し入れて、よいしょっと。どうですか？最高のディナーじゃないですか？ねえ、ワタリガニじゃないや。竹崎ガニと、ムツゴロウ。できました。まずは、スープからいただこうかな。いただきます。究極の味だね。うまっ。で、このカニの身もね。あー、うまい。うん、幸せだな。うん。で、焼きガニどうやって食べようかな。はい、じゃあカニの皮が、殻が剥けたので、こう手で簡単にね、こうほぐし取れるね。よいしょ、取れたー。いただきまーす。うまーい。おはぎさん、カニ、焼きガニ食べますか？いる？いる？
匂いは気になるんだけどね。食べない？ほら。何今の手。置かないと食べない？はい。どういうこと？あ、カニ食べますか、おはぎさん。匂いを嗅ぐんだけどね。あれ、なんか食べ物じゃない気がするって思ってんのかな。恐る恐る恐る。お、食べる？食べな、おはぎ。え？食べないの？カニ食べますか、おはぎさん。お、食べる？お、お、食べた。マジか、カニ食うんか、あんた。はい、おはぎさん、はい。はいはい、カニ。カニが美味しいことようやく気づいた？私の分残しといてよ。もういいかな、僕食べたいし。それでは締めといこうと思います。ここにね、パックのご飯があるので、このご飯をこいつね、このカニ汁の残りに入れて雑炊としようと思います。じゃかからのパックを開けの、ご飯入れーの、ああ、さあ、美味しそうな雑炊がクツクツいってます。できました、カニ雑炊。さっきちょっとね、ムツゴロウを煮たね、煮汁も少し足して、少し味付け濃いめにしてみました。ムツゴロウの出汁も入ってます。雑炊、うまっ。うん、うまい。飲んで終わり。さようなら。